お前が寝るまで皆さんこんばんは上坂すみれの「お前が寝るまで」パーソナリティーの上坂すみれですお前ら楽しみに起きてたかということで9月14日の土曜日「お前が寝るまで」が始まりましたザイ、えー、ベストツアーの初日が2週間後に迫ってますねそしてベストツアーのすみぺの代理論とおマネルの連動キャンペーンとして 今回から4回にわたって、同志の皆様から募集したベストツアーへの一言意気込みを番組のどこかでご紹介しますなんとね、女性の同志からの意気込みが多かったんです普段送りづれコーナーばっかりだからね <laughs> 本当にね、ハードルが高いよね、最近の <laughs> スミレカタログのコーナーとかね、むずいっつのはい、ありがとうございますガンガン紹介していきましょうね えー、そんなねベストツアーで、えー、気になることの一つのツアーグッズをここで紹介しましょう編集展ドンお前が寝るまではいということでグッズが来ましたいっぱいあるんだけれどもねちょっと紹介していきましょうねあのまずはこのアパレルグッズからあのー、これがいつも出てる。 ロゴ、T、ですね。みぺの大理論のロゴティーで後ろはこれはいこれは多分ねあの特に初心者の方におすすめここでもこれねロゴで可愛いんですよなんかオレンジとさ水色って珍しくない私はね非常にお気にお気にでございますよはいこれはねあの持ってるといじめられずに済みますそしてこれこれなんだ これはね、コーチジャケット。コーチジャケットのコーチって誰コーチのジャケットなのかなはい。カーキに赤のね、組み合わせ。やっぱ鉄板ですわね。ちょっと YMO みがあっていいんじゃないでしょうかはい。プチ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 。はい。プチプチです。はい。プチプチなのですぐ、すぐ脱いだり着たりできる。あの、 ね、ジッパーだとね壊れちゃったりしますから、ね、あとなんか謎の絞りえこれ何え,これ,えこれ何すんのこの絞りえなんかめちゃめちゃ絞れたんだけどえこれこれどうすんの私ちょっとコーじジャケットね明るくないから分かんないけどなんか絞れます <laughs> はいこれはねまあまあまあ高いんですけどこれは原価が高そうということで許してくれ はいでえっとね会場限定の T シャツが今回はございますね。で大阪のやつがこれはい黄黄黄色色色すごいいだねはなんかすごくいにしえのさ会場限定も大阪が黄色だった気がするんだけど派手だね。はいでここにディスイズスミペ私これ。 あのあ私指名手配なんだって思ったんだけどこれね違うらしいの,あのこれがスミペの大理論だという意味を込めた「This is スミペぺのデザインになっています」っていう補足があってあそうなんだって懸賞金かけられてるのかと思ったよ私はい、まあ、こんな感じでちょっとだいぶハードルが最も高い色でございますでこれが愛知 これは緑はい緑ですねこれは何なんですかね緑ですねすごい緑ですねなんつってねはい <laughs> これはまああえ緑の T シャツ出したことあるっけな私はあまり記憶にないなのでまあ珍しいでしょうはいで、えー、東京が 赤ですねこれはまあ赤ですね <laughs> これはまあよくありますねスミペなんぼの赤い T シャツ出してねこれねあの白い服と一緒に洗っちゃダメだからねこう私よくやるやるなんだけどマジで色がつくから分かんない物によってはさあの色落ちしないやつもあるんですけどもうねスミペのグッズはね白いものと一緒に洗っちゃダメだよはいということで。 えっと、会場代わりのものはもう一個あってね、これのね、アク、なんだ、アクスタキーホルダー。一応、キーホルダーにね、できるこの穴、穴ございまして、こちらがね、あの、一応、キーホルダーに、そう、こうするとキーホルダーになるという。で、ここに刺すと、アクスタになるという。はい、これは、飲食店に持っていって、 すみぺサイゼリヤだよに使っていただきたいはい私はあの「#」ハッシュタグを毎日毎日楽しみにしているので、はい、飲食店にこれちょうどね多分ねうーんまあ筆箱とかに入るサイズですからこの単品だけだったらねはいこれを打ち上げとかに持ってって同士で「すみぺ打ち上げだよ」ってやるやつはい楽しみー 今回みんななどこで打ち上げするのかなくーはいあのパンフレットの取り下ろしのね衣装をねそれぞれ着ておりますねであと何かなまこれはねタオルはいこれはねあった方がいいんじゃないこれですはいこれはねグラデーションのタオルです首に巻くとこうなんあちょうどいいですねはいこんな感じでこう くんじゃないちなみに上坂さんの現場にはタオル曲はありませんはいタオル曲はありませんスクランブルみたいにこうやって回す曲ないですはいなので,あの <laughs> 必,須で,なで <laughs> 必須ではないんですけどライブ中はあった方がいいよねーっていうあとあのお母様とかにこれ喜ばれるからね家帰ると「そうこの長さのタオル欲しかったのよね」って言われるよはいで いつもの光るウォッカ瓶ここにね、ネックストラップがついてますので飛んでいく心配もない。あの、多分他のフェスでこれブンブン振ってると、あの、レギュレーション的にダメなフェスもあるかもだけど、うちは OK ですはい。あの、これはね、今回の、あの、大理論バージョンのロゴになってて、計4本目なのかなはい。いっぱいウォッカ出してきましたね。で、 はーた、はい、はたい、ですあよかったちゃんと止めてある <laughs> この間いだねリハーサルでこれ振ってたらねここが飛んでっちゃったのよ <laughs> そう、<laughs> だからみんな振りすぎに気をつけてね私すごい速やくと振ってたらさ飛んでっちゃったんだよね <laughs> そう、だからみんな飛び飛びに注意してくださいはーいで、あとはこれねこれはカバン はい同志の2ウェイバッグあこれ、これねこれ、お買い物でいいんじゃないですかえこれ、ぎりぎりさ、ネギネギこうで、ばれないよ、ネギばれなくない斜めにしたら、私さ、あのこういうかっこいいバッグからネギばれるのすごい嫌なんだけどさ、スーパーの帰りのネギばれ、そう、これ、ぎりぎりネギばれないですよ、斜めで。はい でね、後ろがねこうやって何だっけランチョンミートじゃなくてそれスパムだよ何 <laughs> だっけえっとナップザックですわナップザックみたいにしょ,えるのしょこうかいしょっからこうなるこれするとねぎばれするんだけどあのこうねランチョンミートじゃないや <laughs> ナップザックにできますのであの。 小餅、小ち,ちか、ナップザックか。まあね、選んでいただければ。これはね、使い勝手がよろしいのでは。これ、畳めるしね。もう、こんな感じで、こんな感じでもう、ポッケに。<laughs> ギリギリポッケです。はい。はい。と、あとはね、あ、ピンズ。はい。これは、色が2個あるんだけど、 白い方があの皆さんがあの平等に買えるやつで赤いピン図がですねスミペ連邦にいらっしゃる方がお買い求めになれるこれはね自己主張ピン図ですねはいスミペってひらがなで書いてあるので非常に自己主張って感じなんですけどあのツヤツヤしててなんかね可愛いいですよちょっとなんかなんだろうスミペっていう字面 なんかちょっと月刊ムーと親和性があっていいですね。ちょっと月刊ムーを感じるかわいいピンズです。これがね、あ800円だって、これは最安、最安アイテムではそう。なのでね、あのぜひ、ぜひ1個、よかったら持って帰ってください。で、一番安くないのがこれ。はい。光る上坂さん 3D クリスタルゾーン。 なんでこれみんなさ止止めめてなかったのなんかこれさ諏訪さんが「作る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 」ってこれで議論が止まって「いやいります?」って「作る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 」ってもうあの話にならず。 いや私はさちょっとしシュールすぎんこれ私だから自分が自分がさだって <laughs> 何これ <laughs> おもろくないちゃんと横の触覚も再現されてるんですけどなんか立体になってる <laughs> どうしてこんな姿に <laughs> 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 私のちょっとストレートネックも再現されておりなんか非常になんか恥ずかしいですねじゃあちょっと部屋の電気を消してどんな風に光るのか見てみましょうライトオフ <laughs> どう <laughs> っ どえ今映ってるんですか <laughs> 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 こんな感じであの光申しておりますいや怖いってなんとこれがあのー、9800円でもこれねすごく良心的な価格らしいよ知らんけど。 <laughs> 3D クリスタル界隈ではすごい据え置きな価格らしくて、うん、あのなので 3D クリスタル業界では破格ということでまあ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 ちょっとわかんないけど。ということでグッズ紹介でしたいやいっぱいあるんですけど実用的なのも全然そうじゃないのもあるんだけど皆さんお好きなものをですねお手に取っていただければなと思います 今回紹介したグッズの詳細は「ベストツアー」の特設サイトをチェックしてくださいではここで曲にいきましょう「上坂すみれ」で「上坂ダイナミック」「何なのいきなり好きちんて 見ていただいたのは上坂すみれで上坂ダイナミックでした。ベストアルバムディスコツーに収録されています。 ここでお知らせですベストアルバムスミレカトログと大祝賀本上坂すみれアーティスト活動10周年記念書籍が発売中そしておよそ2年ぶりのライブツアーすみれ上坂ベストツアー2024すみぺの大理論が9月28日より大阪愛知東京で開催です現在一般販売受付中復刻版「上坂すみれのハートをつければかわいかろう」が Spotify のポッドキャストにて配信中をぜひ聞いてください最新情報は公式ホームページや SNS をチェックしてくださいここでスミペ 大予家の発表です。日曜日から1週間運がいいな。お前だ。どうしてもネギがはみ出る。<laughs> なんでだろうな。あ、そこでもあそこいるんだよね。なんか？あ、そこも食べれるからさ持って帰りたいよね。あの、ナップザックのネギの検証だけ、もう一回やりたいですね。<laughs> はい、ネギが隠れるのかだけ検証したいですね。こあのおいおって。 直前スペシャルではいではここでベストツアーへの一言意気込みをご紹介しましょう読まれた人の中から抽選で1名様に先ほど発表した大有言の実物をプレゼントあこんなんでごめんね、はい、<laughs> ではこの中から5名様ダダンと引いていきますはい長野県熱心ドリンクショップさん初めて妹と連番するので兄弟で楽しみますうわうれしい いやこうやって連番してくれる人いて嬉しいよなはいでもあの急に客席に聞いたりすると「知らない人です」ってなったりするから <laughs> <laughs> ちょっとね姉妹かなと思って聞くと「知らない人です」ってなったりするからうんと山梨県の和茂さん「物販主に実用的なやつをたくさん買います!じゃあ」。 ランチョンミートじゃなくて <laughs> ナップザックだね君はナップザックの人ですはいナップザックにランチョンミート入れてくださいはい、えー、兵庫県のごまあばが決めてさん 今回のツアーが人生初のスミペライブです。吉山もバッチリで全身スミペのグッズをたくさん身につけて参戦します。ありがとう。でもあんまり重たくすると疲れちゃうからね。ほんとほどほどで大丈夫ですからね。初めてのライブありがとう。ええー、と、三重県のマジュンマージさん。理論的に考えて、とにかく喜びと感謝をスミペに伝える。 すごいなんかウォーズマンの計算みたいな可愛さありますね。<laughs> 理論的に考えてありがとう伝わっていますよありがとうねじゃあ最後の方いやすごいめちゃめちゃ来てるなありがとうございますもっと読めるけどねえっ、ー、と大阪府のシニアさん「ケンザンカク角ロフォーエバー」のコールレスポンスを完璧にこなしますいいよ <laughs> 大変だもん <laughs> あ,あのグイグイスミペよしこいスミペシンスミペとかねあの分かりやすいところありますのでああいうところやっていただければ私は大変喜ばしいと思います。はい、ということでえもうあっという間に5人引いちゃったお,おいおいします,いいすかもういいいらしい <laughs> こんなにこんなにおまねるにお便り来たことないよこんなに来たことないのにだからいつもお便り少ないんですよこ,ここで数稼がないから <laughs> じゃあちょっとランダムでですね一人にこのネギネギイラストを差し上げますストップって言ってください誰か。 さん、物販主に実用的なやつをたくさん買いますということで,でナッップザックでーす <laughs> ちょうどよかった <laughs> はいあの絶対に買ってねナップザックはい <laughs> ということではい当たらなかった4名の方は番組ステッカーをプレゼントいたしますさて後半は「ふつおとコーナー忍者」はい。 えー、兵庫県の千早さん、ありがとうございます。すみぺこんばんは、こんばんは。名古屋でのリリーベに参加しました。ありがとう。初めてのお渡し会にドキドキワクワク楽しい時間を過ごさせていただき、ありがとうございました。ところで、入場時に本人確認をしてくれたスタッフさんのお声を聞いて、この人が諏訪さんだいと思っていたのですが、後から司会で登壇された方の声と挨拶を聞いて、あ、 こっちが諏訪さんだ。さっきの人偽物だった。<laughs> なりました。私はスワピーのことをまだまだ分かってなかったです。お二人の声似てませんかそう思ったのは私だけでしょうかえ本人確認の担当の人誰ですかあ店舗の方。あ現地の,現地の <laughs> 名古屋人 <laughs> <laughs> え。諏訪さんの特徴。 はい大変お待たせしました <laughs>、えー、注意事項を述べさせていただきます。 え <laughs> えで待ち行為はえ固くお断りしておりますあ語尾上がりなんじゃないえー、そのような行為が見受けられた際はえ今後のイベント参加の方をお断りさせていただくこともございますのでえくれぐれもごやめくださいということで大変お待たせしました <laughs> あと勘でも続行するところもある でも結構なんか大会系のグラデーションっていうのがこのスネェチームにいて分かったんですけど私はさ全くないからやっぱ大会系に行きのグラデーションっていうのがあってあの語尾がなんか語尾が強いんで「ます」とか「ます」「ます」「はい」「はい」「います」 あと一人称が自分これ大会記あるあるなんですかね私はさやっぱ知らないことばかりだからえ坪倉さんって何部だったんでしたっけ野球部ですおかしいな <laughs> <laughs> あめちゃめちゃ語尾下がってるこういう野球部もいるえ厳しかったですか野球部、ね、でもネもフィラミニーかもん<笑>,<笑>,か笑やっぱ生来の陽キャは そんな厳しい環境でも変えることはできないのか <laughs> やっぱこれはでも先天性のこう陽キャか陰キャかもよるよね別にあの, <laughs> あの別に先輩たちが陰キャってわけじゃないいやどうなんだ知らんけど、はい。じゃあ大阪府のライズミーさんありがとうございます。ここんばんんんばばはは リリースイベントスミブラ夏祭り大阪に参加しましたイベント参加は2回目なのですが今回もアルバムの掘り下げではなく特撮の掘り下げを楽しく話す姿がとても面白く大変気深かったです <laughs> ほらだってさこれ一応弁明なんですけどリリーブで来てくれる人ってさ熱心にさ私のインタビューとか読んでくれている方がまあほとんどなんですよなくそんな方にこう この話聞いたなみたいな話するのもちょっとこんなせっかく近くにいるし雑談でもしようやっていう私のちょっと気持ちもあるんですけどあのこの時はあの伊藤のミックさんに教えていただいたあのおすすめの特撮についての話だったんだけどまだ見てないしいつもねあのオーレンジャーと間違えちゃうんだけどミックがおすすめしてくれたのはオーレンジャーじゃなくてあ そう王様戦隊キングオージャーをねあの面白いですよっていう話を聞いたって絶対見るってていう話をしてたんだで私はハッピーエンドプリンセスからの心臓者ですが初めてスミペライブのチケットをゲットできたのでお渡し会でそのことを話そうとしたのですが「竹豊ビール」の T シャツを着ていってしまい話題がそっちに流れてしまいました。 改めて、この場でライブを楽しみにしていることを伝えさせてください。初めてで緊張してますが、よろしくお願いします。ごめんね、私のせいだね、百、私のせいです。みんながさ、こう、お召し物を楽しみにしてるわけよ。そう、それで、あの、こうね、ついついさ、あの。その、その、お召し物いいねっていうお話を、私がね、先にしちゃうの。ちょっと待てよって感じだよね。だから。 ごめんね、あの,伝わりましたあのライブをねあの楽しみにしていることありがとうございますじゃあねあの <laughs> ライブもね楽しみましょうねえどのライブに来てくれるのかな結構ねでもライブ行くよってこのリリーベで言ってくれる人も多くてライズミーさんもありがとうございます。 はい。じゃ、続きまして、えー、埼玉県の猫ペンギンさん、ありがとうございます。スミペのサンマーバケーション !2024 参加しました。どのコーナーも面白かったですが、ジェスチャーゲームが鬼畜でしたね。ライオンのオス、メス、トラ、みたいな選択肢があって、演じ分けないといけないので、激ムズでしたが、とても楽しかったです。え続けて、東京都のパンクローさん、スミペのサンマーバケーション !2024 に参加しました。上坂 さんが宇宙船のナビゲーター役で様々な星を巡りながらジェスチャーをしたり三連単を当てたり質問を受けたりとたくさんのコーナーもあり上坂さんの心地よいナビゲートも相まって楽しい宇宙の旅ができてよかったです司会の方や会場の同士の皆さんとの掛け合いも非常に楽しかったです「パンダに嫉妬するレッサーパンダ」や「エアンデレ彼女がパンダに嫉妬する役がとても印象的でした。ははいこれはあの、KO さんのね、公認サークル「こえけんさん」というサークルがありましてこちらの方が企画してくれたあの私のトークショーだったんですけれども慶応の皆様が企画してるだけあってあの絶対に福沢諭吉には先生をつけるみたいな流儀が失礼いたしました。私、でもさ、あの ジョチの民はさザビエルにサ「さん」とかつけたことないから <laughs> ちょっとザビエルのことを敬っていかなきゃダメだよね。はい、えザビエルどの,ザビ,エルどの<笑><笑>ザビエルの継承ってミスターザビエル <laughs> なんだろうザビエル殿。っておっしゃってるのが非常にねあの印象的だったんですけど。 すごいやっぱ私この学生さんが企画するこのコーナーってやっぱりさこのなんだろう大人のスタッフさんが考えるやつとはやっぱりすごくなんか画角が違うというかあめちゃめちゃ新鮮っていうのが多くてあのジェスチャーゲームでねそうえっとね「猫」「ライオンのオス」「ライオンのメス」「トラ」「 の演じ分けをするっていうねあの無理ゲーがあってこれちょっと無理だったんですけど私はねライオンのメスを引いたんです待ってまずライオンのオスとメスを演じ分けるにもオスはさ縦縦髪髪っってって感じ <laughs> てて感じじででえんやーしょこれがオスのライオンオスの振る舞い。ライオンのメスっていうのが私はライオンのメスのキャラってさまずさアニメ界にはさあんまりいなくて。 だから、狩りをするみたいな。でも、狩りをするがさ、もう、それは虎なんだよ。でも、虎は、虎はもうさ、ダーリン <laughs> ダーリンの方かな<ん>ダーリン <laughs> こう、こう、こう。え、でも、ラムちゃんってそんなさ、あざとしぐさしないんだよね。そう。かライオンのメスのさ、萌えキャラっておる一番むずいよね。そう。 だかからこれちょっっと難しかったですね、はい、あと「エチュード」で「パンダに嫉妬するレッサーパンダをやってください」っていうん <laughs> 上野動物園の話になってそこにはジャイアントパンダもいるしレッサーパンダもいるということででレッサーパンダって私さ生で「え長瀞さん」では出てきたよねあ「レッサーパンダっすよ」みたいな回あったよね動物園行って。でこうやって立立つ 立つよみたいなそうだからあのレッサーパンダがこうやってあの立ってあのパンダにどうにかア、ね、スタンドゴール達成したんだけど今のレッサーパンダ仕草で <laughs> みんなあのなかなか長時間の会議とかであのアップルウォッチのスタンドゴールを達成できない時はレッサーパンダをやるとスタンドゴールが達成できます。<laughs> はいいつもアップルウォッチに怒られてる人はこれやってみてねはい <laughs> えっとねそうだから結構エチュードもとてもたくさんありまして本当にねなんかカロリー高かったんですけどもすごく楽しい楽しい1時間半ぐらいだったんですけどあっという間のねイベントでしたね楽しかったですあのお土産になんか慶應義塾大学の学食で食べられている 3色カレー山に食べるで3色って書くらしいんだけど、のねレトルトのお土産とか扇子とかいただいて食べたら美味しかっためちゃめちゃうまいって思いました。はい。ということで本日はここまで。以上、忍者のコーナーでした。えー、今日の甘えが寝るまではここまでです。今日の放送は一言でまとめると、ランチョンミートでしたね。そして、明日の上坂さんは 上坂すみれプレゼンツ大人女子博と天神さん中の縁結び先行上映キャストトークイベントに出演しますので皆さんよろしくお願いしますそれではここでお別れですお前らいい夢見ろよそんなこんなでおいし